は子育て中の悩みであったりとかあとはもう一つ私アイドル時代に高校行って女子大に行ってっていうあの学生生活があって夕方からはもうガシガシ仕事をしていたのであの多分どこかで学習欲求が残っていたとも思います。だから、 もうちょっとしっかり勉強したいなっていうのがあのすごくこう心の深いところにあったと思うんですけども学び直しをした時には、えー、と今自分が知らないことを知ろうとしたんですが知らないことってもう多分人生を終えるまできっといっぱいあってあのなんか。 その習慣を楽しむようにしたらあの多分生涯何か学ぼううとと思思っていると思うんです自分とは違う世代の、えー、アーティストの曲を聴いたりとかあとは音の作り方を私自身学んだりとかそうするとあのいくら長く生きてても若い方々から教わることも多いですしこれがですね ジャンル問わず、トレンドにある方はみんな聞いてます。<laughs> 本当に夜遊びさんって、どうしてこんなに、あの。アメリカとか、世界進出がうまくいったのかなとか、<laughs> もう本すごい読んだりとか。<laughs> 音楽作っている方の綾瀬さんの、その、うんと。 プロになる前の音源とかもなんか結構聞けたりするのでああやっぱりこの辺りからもう夜遊びの片りがあるんだなとか今現在、うん、と皆さんに刺さってるっていうことは絶対に重要なものがそこの中にあると思っているのでそういう勉強は常にしていますね。うんはい 多分人生一度きりだって思ってるからです、はい、最近ね人生がなんか100歳越すとかなんかちょっと前まで100年って言ってたんですけどあの最近は私大学でキャリア形成論っていうのをあの、えー、教えていてなんか110年っていうスパンでちょっと考えた方がいいんじゃないかっていう <laughs> 新説がもう出ていてあのうわーって思うんですけど。<laughs> もう皆さんも長くなりそうなので、うん、なんかもう10年ほどかな大学であの教壇立たせていただいていて就職のことに関してもあのすごくみんなしっかり設計してますしいくつもあのなんか目標を見据えてますし、うん、すっごいなんか真面目だなって こんな若い子たちがこんなちゃんと真面目に頑張ってる私もちゃんとしなきゃとかよく思います。モラトリアムを楽しむみたいなな感覚はなんか少ない感じがしてっていうのは今すごく就職の状況もあの人手不足って言いますけども良かったりするのでみんながなんかこう若い子たちが なんか猶予があるようなモラトリアムっていう空気がすごく薄い感じがしていて大学生になった次社会人みたいな、うん、だからすごく早く精神的ににに大人ななっっててて社会に入ろうってしてるのかなとも見えます、うん、私は、えー、っと昨日まで知らなかったことを知るともう嬉しくって気持ちが高揚して人にも話したくなりますし。 なんか細胞も生生ききすするような気がするんです。で、勉強って教育機関でするものだとか本を読むとかってそれ難しいことを考えるだけじゃなくて例えば近くにいる人の話を聞くとかラジオを聴くあのテレビを見るそういう中でも新しい発見いっぱいあるのでさっきまで知らなかったことを知るっていうことをあのなんだろう肩の力を抜いてしていただきたいです。 細胞から若返ると思います <laughs> <laughs>